はい、おばたです。今日もよろしくお願いします。僕はですね、もともと不登校の経験があるんですけど、今はまあ幸せに生きてます。なので、そういう不登校なんだけど、まあ幸せに生きれるような生き方ってあるよねと、無理に学校行かなくてもいいよねみたいな、そういう発信をやっていて、こういうまあ本、学校行かなくてもいいっていう本を書いたりとか、まあ、こうやってブログとか YouTube とかでいろいろ発信をしています。で、その学校は行かなくてもいいっていうのが、まあこう、じゃあどうすんのってずっと言われ続けけるんですね。まあ、学校以外の選択肢って何やるんですかみたいな、そういうところをこう具体的に、YouTube とかでもいろいろ発信をしてるんですけど、すごくいいニュースが、飛び込んできまして、学校に行かなくても学校の出席扱いになりますっていう、そういう制度がですね、すごく今広がってきていて、ちょうど、つい先日も新しいニュースが出たので、今日はその話について話したいなと思います。まずそもそもですね、フリースクールとか、あとは、自治体がやってる適応教室だとか、もともと不登校になった後のそういう、居場所って結構昔からあるんですよね。僕今25歳なんですけど、僕の当時不登校だったのが、小学2年生と3年生とか、10年以上前です。なんですけど、ありました。フリースクールとか適応教室とか、そういうのがあって、そこに、学校に行ってないけど、そこに通うと、出席になると。そういうのはもともとあったんですね。なんですけど、それから時間が経ってきて、最近だと、ちょっといろいろその出席扱いになる定義が広がってきてるんですよ。例えば、オンラインで、いわゆる教材を使って自宅で勉強する、自宅学習も、出席になったりとかですね、実はそういうふうな制度がすでに、あります。ただ、これはですね、まだ制度が始まっても結構まあ経ってるんですけど、多分それも10年近く経ってるんですけど、なんですけど、出席扱いになってる事例がまだまだほとんどないんですね。自宅学習に関しては。で、まあ、それにこう適した教材が少なかったっていうこともあるので、最近いろいろ教材が増えたりしてます。スララっていう教材とか、あとはクラスジャパンっていうネットの学校とか、いろいろあるんですけど、その辺は詳しくは動画欄に情報を貼っておきますけど、まあ、そういういろいろツールがあると。で、そういう無理に学校に行かなくても、学校以外のところで勉強する、学びをする、自宅でも学習をする、ホームスクリングとも言いますけど、自宅でも学習する、そういうことをやっていくと出席になるっていうのは結構増えてきたんですね。なんですけど、ここでその最近出たニュースっていう話になるんですが、これまでのそういう不登校が出席扱いになるっていうのが、前提が一つあって、その本人が学校に戻りたいっていう意思がある、それが前提だったんですよ。つまり、もともとは、まあ、本来は学校に来るべき、学校に行かなきゃいけないんだけれども、まだいきなり戻れないので、まずはその予備段階というか、準備期間としてフリースクールとか、その自宅学習とかをやって、その時間をちゃんとまあ出席に扱って、学校に戻った後にまあちゃんと追いつけるようにしましょうみたいなのがまあ趣旨なんですよ。なので、学校に戻るという意思がある前提で、そういうフリースクールとか、動画教材とか、そういうのがあったと。ただ、この数日前の大きな変化っていうのが、その前提をなくしましょうっていうことなんですよ。学校に復帰する、学校に戻りたいっていう前提がなくとも、そういうフリースクールとかネットのオンラインの教材とかを使うと学校の出席扱いになるっていうふうに方針を変えようというふうに文部科学省とかが言い出したと。これはもうすごい変化ですよ。やっぱりこう、ずっとね、言われ続けてはきたけど、まだ具体的に形になってなかったものが、いよいよ形になってきたっていう感じですね。2017年から、法律が新しくできまして、教育機会確保法っていう法律ができて、不登校の子たちを学校復帰にとらわれずに、学校復帰に、まあ、とらわれない形でいろんな学びができるような選択肢を作っていこうとか、不登校が悪いとか、社会の偏見なくしていこうとか、まあ、そういうふうな、ルールがようやく決まってきたわけですけど、それでもまだまだ、じゃあどうすんのっていうところはまあできなかったわけですよ。それが今回のそういう学校復帰前提じゃなくても出席になりますよみたいな風になってきたと。これはすごく大きなことだと思いますね。まあ、結局、今不登校めちゃくちゃ増えてるんですよ。去年の統計が、不登校の定義っていうのは年間、30日以上欠席していることを不登校っていうんですけど、16万人ちょっと、多分16万、3000人ぐらいだと思います。小学校、中学校合わせて。で、これめちゃくちゃ多くって、中学校で言うと、クラスに1人は絶対いますね、割合で言うと。
で、これはすっごい勢いで増えていて、2018年が今の数字、16万人ちょっと。で、2017年は14万人くらいだったんですよね。この1年間で14万から16万ちょっと、2万人ちょっと増えてるというのが今の不登校の現状です。で、多分、来年、また今年の2019年の統計が出ますけど、僕の肌感覚としてはさらに増えてるような感じがやっぱりするので、多分この16万っていう数字も多分17万とか18万とかっていうふうに多分増えていくと思います。で、それはもう止めれないと思う。結局学校に合わない子たちがすごく増えてるし、学校に無理に行かなくても勉強もネットでできるし、友達も、SNS とかインターネットとか、オンラインゲームとかいろんなところでこう子供たちは作れてしまっているので、学校に無理に行かなくても正直良くなってきてるんですよね。なので、不登校になりやすくなってるっていうこともあるのかなと思っていて。で、やっぱり今の時代に合ってない校則とか、今の時代に合ってない結構先生とか学校の仕組みの押し付けみたいなところもすごくやっぱり感じるので、学校をちょっとやっぱ嫌だな、行きたくないなと思ってる子がやっぱ増えてるっていう現状かなと思ってます。で、この子たちを無理に学校に戻すんではなくて、学校に戻らない、じゃあどうするのっていう選択肢を僕は作っていきたいし、僕自身も実際、学校ほとんど行ってないですけど、学校以外のところでそういうコミュニティとか勉強とかやってたので、そういう生き方がもっともっと広がってくるんじゃないかなと思ってます。10年以上前の僕でも今大丈夫だ、幸せに生きてるので、結局今の子供たちは逆に言うとさらに整備されてるので、そういう道も。なので僕の当時よりもはるかに不登校になった後も選択肢が広がってるなというふうに感じるので、僕はやっぱ逆に羨ましいなとも思います。そういうふうに選択肢がどん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 広がっていく中で、むしろ無理やり学校に戻すとか、学校を無理やり連れていく、行きたくないって言ってるのに行かせるみたいなのは、むしろこうなんだろうな、時代遅れというか、ちょっとそれはやめてほしい対応だなというふうに思います。まずは調べてみてください。無理に学校に行かなくても、学校以外に選択肢っていっぱいいっぱい広がってるし、そういうふうな方向に国とかもしていこうと、教育委員会もしていこうというふうになっているので、まずはそういうのを調べてもらって、その上でやっぱり学校行った方がいいと思ったら話し合ってもらったらいいと思うし、こうやって広がってるんだったら、無理に行かなくてもいいなと、思えたら、じゃあどうするのっていう選択肢をいろいろ探してもらえたらいいなと思います。僕は行かなくなった後の選択肢をいろいろと伝えたりとか、僕自身も作っていくっていうことをしているので、その辺は、他のこの YouTube の動画とか、僕の本とかブログとか、いろいろよかったら読んでみてください。引き続きこういう発信をどん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 していくので、もしよかったら、チャンネル登録してください。この動画も、高評価とかコメントもお待ちしております。コメントでお題というか相談事とか、こんな話してほしいみたいなお題もぜひぜひください。それを取り上げて話したりとかもしているので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日もありがとうございました。ではでは。